京都劇場は、京都府京都市下京区の京都駅構内にある劇場である。京都駅ビル東ゾーンの2階から6階に入居しており、劇団四季がミュージカルなどを上演している。1997年の駅ビル開業と同時に、日本初の駅ビル内劇場、京都シアター1200として開場した。同時に、ジャニーズ事務所や吉本工業などの共同出資により、運営会社、 シアターアーツ1200が設立され、主に全社による公演が行われていたが、1999年に蒸気各社が経営から撤退したことにより同社は解散となった後、JR 西日本グループの駅ビル運営会社で、京都駅ビルを運営する、京都駅ビル開発の直営となり、京都駅ビル劇場、シアター1200の名称で、貸し館として運営されていた。その後、 以前から JR グループと関係の深かった劇団式のアドバイスにより2001年夏から大幅な改装を行い2002年1月に現在の名前で改めて開場した。コケラ落とし公演はオペラ座の怪人であったが当初は半年間だった公演予定期間は公表のため1年以上に延長された。また2010年10月31日の 劇団式公演、春の目覚めにおいて、再会場以来の累計来場者数が200万人となった。改装後は2012年まで劇団式のみが使用していたが、専用劇場ではないため、公演のみを行っている。劇場内の販売窓口では、当日券のみの取り扱いとなっており、他劇場の公演を含む全売券は隣接するチケットピアでの販売となっている。なお、 客席数は上演作品によって異なる。2002年のコケラ落とし公演以降劇団式が通年公演を行っていたが、2012年10月の桃次郎の冒険千秋楽をもって通年公演を終了し、今後は公演できるタイミングごとに陶芸劇場を借りて公演を行う形式に変更された。以降は劇団式以外の演劇、コンサートも行われるようになっている。 2016年11月より、純専用劇場として、長期間使用を開始。ただし並行して、劇団式以外の演劇、コンサートも引き続き開催されている。個別店舗の詳細は、公式サイトなどを参照。1階及び2階にあるラッチ以外のエントランス周辺には、複数の飲食店のほか、劇団式のチケットボックスや、全売券などを発見できる。 チケットピアが設置されている。なお、かつては、手塚治虫にちなんだ展示施設、京都手塚治虫ワールドが入居していたが、2011年1月を、もって閉館している。ラッチ内には、客席のほか軽食を販売するビュッフェや、クロークコインロッカー及び、プログラムやグッズ販売コーナー、愛好者向け団体カウンターといった感激に関する、付帯サービスが配置されている。 2000年頃まで中京区河原町三条に東映風切り館として存在していた同盟の映画館とは無関係である。ありがとうございます。